マルタ共和国、リップベリカタ、マルタリパブリックオブマルタ国の標語、ナシ国家、L、インヌモルティ、マルタ参加 ABCDIMF、データスタティスティックス二千九年七月十九日、閲覧、マルタのユーロ効果も参照。マルタ共和国、通称マルタは、南ヨーロッパの共和制国家、イギリス連邦及び欧州連合の加盟国でもあり、公用語はマルタ語と、英語、 通貨はユーロ、首都はバレッタである。地中海中心部の小さな島国で人口は約40万人。いわゆるミニ国家の一つ。イタリアのシチリア島の南に位置し、面積は316平方キロメートルで、東京23区の面積622.99平方キロメートルの約半分の大きさである。地中海のほぼ中央にあり、アフリカ大陸にも近い。 このため、カルタゴ共和制ローマ時代に、すでに地中海貿易で繁栄し、その後一時イスラム帝国の支配に入ったこともある。それに抵抗して戦ったマルタ騎士団がこの地の名前を有名にした。小型犬のマルチーズの発祥の地であり、マルチーズの名はマルタに由来する。新石器時代から人間が生活していたと言われ、巨石文明及び平行にうがたれた日本の溝の遺跡が、 島内各所に残る。前者は、ジュガンティースコルバ、タルシーン、ハジャイム、ムナイドラの各神殿を含む。後者は、カートラッツと呼ばれ。この溝には、水路説と神殿などに石を運ぶためにできたレール説があるが、鉄道のポイントのように分岐点がところどころ存在する。紀元前1000年頃、現在のレバノン一帯が起源とされる、フェニキア人が渡ってきて支配者となる。 紀元前400年頃、カルタ語の支配を受け、その頃、オーマに支配される。その頃から、すでに地中海貿易で繁栄していた。マルタ包囲戦変戦西洋派ネ騎士団1566、1798フランス占領下のマルタ1798、1800、マルタ保護国1800、1813、直轄植民地マルタ1813 19、1964。 マルタ国1964-1974、マルタ共和国1974現在期限60年、頃、使徒パウロが、ローマで皇帝の裁判を受けるために護送される途中で、嵐に遭い、船が難破して打ち上げられた。なお、マルタ島の北部に、パウロと兵士や船員たちが打ち上げられたと言われる、聖パウロ湾と呼ばれる場所がある。870年に、アラブ人の信仰を受け、 1127年に、ノルマン人が占拠するまで、イスラム帝国の支配下に置かれる。その後、1479年に、スペインの支配下に置かれ、1530年には、1522年に、ロドストを追われた西洋ハネ騎士団の所領となった。1565年に、マルタ騎士団は、オスマン帝国からの攻撃を受けるが、およそ4ヶ月で撃退に成功した。 現在の首都バレッタは、この時のマルタ騎士団の団長、ジャン・ドバレットの名前にちなんでいる。1795年エジプト遠征途上のナポレオン・ボナパルトによって占領されたが、間もなくイギリスが支配したため、フランス軍はエジプトに孤立した。マルタ占領で地中海進出を果たしたイギリスに対し、通商権を侵害されたとした。デンマーク。 スウェーデンとそもそもイギリスの地中海進出に難色を示した。ロシアはプロイセンと結び、1800年に第二次武装中立同盟を結成する。イギリスは1801年、デンマークの首都コペンハーゲンを攻撃して、武装中立同盟を解体させる。ナポレオン戦争終了後、ウィーン会議でイギリスのマルタ領有が確定する。地中海を経由して、 インドに至るルート上に位置するマルタはイギリスの重要拠点となっていく。第一次世界大戦と第二次世界大戦ではマルタ沖では海戦がたびたび勃発した。特に第二次世界大戦中にはエジプトへの連合国側の輸送路の途上にあり、またイギリス海軍の拠点としてイタリアと北アフリカとを結ぶ数軸国側の輸送路を脅かす存在となった。 このためこのマルタ島は激しい空襲にさらされたが、ついに陥落することはなく、連合国軍のシチリアやイタリア本土への上陸作戦の拠点となった。戦時下の国民の努力と忍耐を称え、英国王ジョージ6世は、マルタの国と国民すべてを対象に、ジョージ十字勲章を授与した。戦後、繁栄抵抗運動、独立闘争では、後に、 第3代大,大統領となるアガサバーバララが活躍した。1964年9月21日、英連邦王国自治領マルタ国として、イギリスから独立、エリザベス2世を女王とする人的同訓連合となった。さらに1974年12月13日には、君主制から大統領制に移行し、イギリス連邦加盟のマルタ共和国となった。2004年5月1日に、 欧州連合に加盟した、シトバレッタの裁判所、マルタ総督及び、マルタの大統領も、参照国家元首である大統領は、任期5年で、立法府である大議員によって選出される。すべての執行権は大統領によって直接的、または間接的に行使されるが、基本的には、儀礼的、形式的地位である、行政府の長である首相は、 大議員選挙後に第一党の党首が大統領により指名され就任する。大議員の信任を失った場合は辞職する。大議員は任期5年の一員制で原則として定数は65議席となっている。比例代表制選挙により選出されるが、選挙の結果、いずれの党も単独過半数の議席を得ることができなかった場合は、 最も得票率が高かった党に対して、さらに最大四議席を追加配分し、単独過半数を確保させる。これは二大政党制が確立しているマルタにおいて、例えば第一党が三十二議席、第二党が三十議席、第三党が三議席という結果になった場合、国民全体の中で少数の支持しか得ていない、第三党が連立政権の発足及び維持において過剰な、 影響力を行使し売る事態に陥るのを回避することにより民意の国政への正確な反映よりも政局の安定を重視した制度である。2017年パナマ文書をもとにマルタ政府要人の租税回避の関係を追求していた記者ダフネカルーアナガリジアが爆殺される事件が発生した。マルタはイタリアのマフィアのオンライン突破クの温床になっているという指摘もあり、 反マフィア団体は、マフィア排除の必要性を求めている。詳細は、マルタの軍事を、参照陸海空の核戦力を有する。兵員は、約1600名で、志願制度。マルタ軍の設立は、共和制となった1974年のことである。マルタが愛務省で開催された東北地方太平洋、沖地震の被災者を支援する。コンサートマルタは、東西冷戦の集結を告げる。 歴史的なマルタ会談の舞台としても知られる。1989年12月3日、当時のミハイル・ゴルバチョフとジョージ・ H.W. ブッシュの二人がマルタで米ソ首脳会談を開催して、戦後44年間続いた冷戦の幕引きを世界にアピールし、欧州新秩序作りへ向けての一致協力を歌った。東西冷戦が1945年のヤルタ会談から事実上始まり、 マルタ階段で集結したことから、マルタ階段については、ヤルタからマルタへというキャッチフレーズで語られることも多い。詳細は、日本とマルタの関係を、参照地形図詳細は、マルタの地方行政区画を、参照地方行政区画は、68の市に分かれる。県や州に相当する国と市の中間レベルの、地方行政単位はない。国土風景マルタは、地中海の中央部、 シチリア島の南約 93km に位置する。主要な島は、マルタ島と小僧島、小見の島の3つである。海岸線が変化に富むため、良好が多い。地形は低い丘陵や大地からなり、最高地点はマルタ島内の標高2 5 3メートルの丘陵である。気候は地中海性気候のため、冬は温暖で雨が多く、夏は暑く乾燥している。 ゴゾ島を結ぶフェリー、バレッタ港、マルタ自由港、マルタ国際空港、マルタ航空の拠点。18世紀までは、綿花とタバコの栽培、造船業が中心で、造船業はイギリス軍にとって有用なものだった。1854年のクリミア戦争のように、戦時の土にマルタ経済が繁栄した。1869年のスウェズ運河の開通後は、 船舶の気候地として賑わうこととなった。しかし19世紀末以降、大型船の就航により燃料補給のための気候の必要性が減少し、マルタの経済は縮小。第二次世界大戦が終わった1940年代後半には深刻な危機に陥った。現在のマルタは国内にエネルギー資源はなく、石灰岩が産出されるのみである。 食料自給率も20%に過ぎない。淡水は限られ、飲み水はイタリアから輸入している。経済的に有利な点は、欧州に近く地中海の中央に位置することと、労働者が勤勉なことである。貿易を中心とした経済となっており、電子、繊維、観光が主要産業である。特に観光インフラは近年整備され、良質なホテルがある。映画制作も、成長産業で、 毎年巨額予算の外国映画が撮影されている。貿易や観光以外に金融にも力を入れている。税率が低いタックスヘイブンとして多くの企業、資金を呼び込んでいる。規制も緩く仮想通貨企業が進出している。資源や経済の乏しさを補うために教育拡充を重要視し、政府は教育を無料にして将来の経済成長を支える人材育成に励んでいる。 とはいえ現実としては国民の教育水準は高くなく2010年時点における15歳以上の労働力人口においては小学校など初等教育のみで教育過程を終える国民が全体の53%を占めているまた識字率も15歳以上の国民で92.4%に止まり欧州主要国よりも低い状態にある2004年5月1日には 欧州連合に加盟した国営企業の民営化と市場開放に取り組んでおり2007年1月に国営郵便の40%を放出した2008年より統一通貨ユーロが導入された対岸のチュニジアとの間で大陸法の商業的開発特に石油炭鉱の協議を進めている自動車の通行区分は日本と同じ左側通行である 多くの国民が自動車を所有し、交通手段に利用している。左側通行であることから、自動車は右ハンドル仕様の欧州車に加え、日本から輸入された中古車が多く使われており、対日中古車輸入及び関連産業が盛んである。バレッタ南方1 3トルのマーサクスロックにある自由港は、欧州11位のコンテナ扱い高がある。マルタの住民は、 南イタリアと同様の地中海系民族をベースに、ノルマン系、アラブ系、スペイン系などの征服民族との根血が進んだものである。言語は、マルタ語と英語が公用語である。また1934年まで公用語であったイタリア語もかなり使用されており、イタリアの地上波テレビ放送が届く距離であるため、イタリア語によるテレビ番組も視聴されている。2012年の調査では、 96%がマルタ語、4%が英語を母語と回答している。また89、89%が英語で、56%がイタリア語で、11%がフランス語で会話が可能で、あると回答している。マルタ語はアラビア語の方言とされるが、別言語に区分する説もあるほど、生息アラビア語や、他方言と,との差は大きい。アラビア語で、 会話可能と答えた者は2006年の調査では2%である。宗教はローマカトリックが98%である。離婚はかつては法律上認められていなかったが2011年5月の国民投票により認められることとなった。2017年9月1日より同性結婚が可能となった。婚姻時は自己の性をそのまま名乗る。結合性から選択することが可能である。 妻が夫の性に変える場合が最も多く、夫婦別姓を選ぶカップルも一定数いる。一方、結合性を選択することは稀である。世界遺産である、バレッタ市外、ルソーの著作、エミールの中では、必要とあらば、アイスランドの氷の中であろうと、マルタ島の焼けただれる岩壁の上であろうと、生き抜くことを彼に教えなければならないとマルタについての言及があり、 近代はじめのヨーロッパ人にとっては、この地がいかに過酷な生活環境とみなされていたかが、伺える。詳細は、マルタの世界遺産を参照マルタ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件存在する。マルタのザ・プロデューサーエス・クリエイティブ・パートナーシップ社は、世界最大の撮影用水槽を有している。NHK のスペシャルドラマ、坂の上の雲 広瀬・シスの旅順口閉塞作戦のシーンはここで撮影された。国内サッカーリーグの頂点として、マルタプレミアリーグが存在している。マルタは EU 加盟28カ国の中で、唯一2010年までは東京オリンピックに参加していなかったが、2014年ソチオリンピックでエリーズ・ペレグリンがアルペンスキーに出場し、EU 加盟全28カ国が 冬季オリンピックに参加した。また、マルタは、欧州小国競技大会を開催し参加している。詳細は、マルタ料理を参照政府日本政府地域情報観光、ありがとうございます。